こんにちは、岡崎です。OK先生です。今回は国語教科書無用の人の解説をやっていきたいと思います。社会や他人から無用の人、無能でダメな人というふうに言われている人はいる。でもその人自身が自分のことや周りの世界のことをどういうふうに考えているかはそれとは別。その人は自分のことを無用の人と考えていないかもしれないし、その人にだって大切にしていることはあるし、面白いと感じることや美しいと感じるものもある。つまり自分にとって自分とは全く無用の人ではないんだね。今回はそういった視点で無用の人について見ていきましょう。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。この動画の最後に今回の文章が載っている教科書の再生リストが出てきます。その中には他の文章の解説動画もたくさん入っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。2013年4月の5日、つまり今から10年ほど前に私の元へ一つの宅配便が届いた。私は美術館で働く女性。実は今日はその私の50歳の誕生日。私は独身だから祝ってくれる人といえば私の父と母くらい。でもね、母は自分の子の50回目の誕生日をもう忘れている。まあそうだよね、子供が小さい時はちゃんとその日を覚えていて誕生日パーティーなんかをするのかもしれないけど、子供が大きくなっていって50歳ともなればもう親から離れて生活しているし、自分の子供の誕生日を忘れてしまうかもしれない。でもね、私の父、橋間正造は私の50回目の誕生日を忘れていなかった。ちゃんと今日私の元にこの宅配便が届くように日付を指定してこの宅配便を出していたっていうわけ。父はどこからこの宅配便を出したのか。それは東京都新宿区西早稲田。ここの住所は後で出てくるから覚えておいてください。ただね、私は今日この日に父からまさか宅配便が届くとは思っていなかった。なぜなら父はこの1ヶ月ほど前にもう死んでしまっているから。そう、私の父は自分が死ぬ前にこの宅配便を今日娘の元に届くように指定して出しておいたっていうわけ。まあお母さんは元気に生きているから娘の誕生日のことなんて忘れてしまっているけど、お父さんが死ぬ前に考えたこと、思ったことはやはり娘のことだったようだね。そんな私の父なんだけど、地味で会社の中で出世することもなかった。リストラ同然の形で長年勤めていたスーパーを退職。日本の法律においては簡単に従業員をクビにすることはできないから、クビにしたいと思った社員を自分から辞めてくれるような境遇に追い込む。で、そういったやり方で父は仕事を続けることができなくなって、その1年後に妻と、つまり私の母親と離婚している。母は父のことを無能の人と言っていたし、私もそんな母の影響を受けて父はダメな人だ、こういうふうなイメージを抱いていた。家族からはそういうふうに思われているし、会社からも必要とされない。つまり父はこの社会にとっても他の人にとっても無用の人なのかもしれない。でもそんな父親も私の進路に、つまり将来の進む道に大きな影響を与えた。その初めは、私が高校生の時に父が大切にしていた本を開くことから始まった。それは思想家岡倉天心の茶の本だった。これは東洋の精神文化について解説している本だけど、この本を父は繰り返し読んでいたみたい。で、私がその本を読んでみるとある言葉が妙に引っかかる。それは、己に存する偉大なるものの性を感ずることのできない人は、他人に存する性なるものの偉大さを見逃しがちであるという言葉。わかる？みんな一人一人の心の中に大事にしているもの、偉大なるものっていうのはあるんだけど、それは一歩引いてみると実は小さいものなんだよ。で、そのことがわからない人っていうのは、他人が持っている自分から見てちっぽけなもの、それがその他人にとってどれほど大切なものか、偉大なものかっていうことを見過ごしがちだ。こういうふうに言っているの。当時の私はそういった岡倉天心が説く美意識をなかなか受け入れることができなかった。しかしその一方で何か引っかかるものがあった、興味を持った。だから私はその後、難関私立大学に合格した後、
大学で美術史を学んだんだね。で、私の母親は私の将来を期待していたみたい。そうだよね、せっかく難関私立大学に合格したんだから、将来は有名企業にでも入って、バリバリそこで活躍してくれるに違いない。あるいは優秀な旦那を見つけて、幸せな結婚生活を送っていってくれるに違いない。こういうふうに期待したのかもしれない。しかし、私が実際に大学卒業後に進んだ道、それは、福岡県のアートスペースの非常勤職員。そもそもそこは有名企業でも何でもないし、非常勤職員だから正社員でもない。だから母はそんなところに就職した私に絶望した。でもね、父は私のそんな就職を後押ししてくれた、応援してくれたの。他の人からは社会にとっては何の価値もなく無用に扱われていることでも、自分が面白いと感じたらそれはやっぱり面白いんだ。ね、周りがどう思っていようと、周りがどう評価しようと、自分がした評価を信じなさい。自分が面白いと思うこと、それを信じなさい。こういうふうに言ってくれたの。でね、お父さんそんなことを言うっていうことは、やっぱり自分の中でも思っていることがあったんじゃないかな。私の父は周りから無能の人とか無用の人、こういうふうに思われていたけど、父自身は自分のことを全くそういうふうには思っていなかった。少なくともお父さんは自分にとって価値あるものが何かっていうことが分かっていた。自分でちゃんと面白いと思うことを見つけ、美しいと思うものをちゃんと見つけ出していた。で、そういったものに感動しながら生きていってたんではないか。私は今になってそう思うんだね。で、そんな亡き父から今私の元に最後のメッセージが届いている。今は夜の9時前、残業を終えて、私は父からの最後のメッセージが入っている茶封筒を手に取った。その中には何が入っているのだろうか。お父さんは最後に自分に何を伝えようとしたんだろうか。祈るような気持ちでその封筒の中身を確認したら、その中に入っていたのは一つの鍵だった。私は、え、何これって思った。そうだよね、この展開、きっとその封筒の中にはお父さんの最後のメッセージとか大切にしてたものが入っているはずだった。ところが入っていたのは一つの鍵、それっきり。だから私は胸の中でお父さんに語りかけた。もう冗談のつもり？ね、お父さん最後に私をびっくりさせなかっただけ。冗談を言いたかっただけなのかな？こういうふうにも考えた。まあでももう夜も遅くなっているし、もうこの仕事場を出て家に戻らなければならない。私はあれこれ考えるのをやめて、ポケットにその鍵と封筒を押し込んで仕事場を後にした。外に出てみると4月とはいえ夜の空気は冷たかった。で、タクシーに乗って駅に向かっていたんだけど、その途中私が見たものは桜祭りの飾り。そうだね、今は桜の季節。世の中では綺麗な桜が咲き出している。そんな中、私は父のことを思い出す。それは今から15年か16年ほど昔のこと。その時父は私が勤務する美術館に訪ねてきた。父が私が働いている美術館を訪ねてきたのは後にも先にもこの一回こっきり。今から15、6年ぐらい前っていうのはこういった時期。私は35歳でこの美術館に勤め出して2年目。入ったばっかりの頃だったけど、その頃に父はすでに会社をクビになっていて、母とも離婚していた。父は私が勤めている美術館を訪問する前の年に母と離婚していたんだね。で、私は父のことをダメな人、無能で無用の人というふうに思っていたから、両親が離婚して以来父とは一度も会っていなかった。母親とは毎週のように会っていたんだけど、別に父とは会いたいとも思っていなかった。だからね、その時父が私の勤務先を訪問してきた時、私は動揺したの。あ、お父さん自分の仕事が見つからなくてお金に困っていて、私にお金をもらいに来たのかな、こういうふうにも考えた。久しぶりに娘の元を訪ねたお父さんのことをそんなふうに思うってことは、娘と父親の関係は冷え切っていたのかもしれない。でもね、お父さんがそこに来た目的はそんなことでは全くなかった。父はその美術館の中で展示してあるアメリカの画家マーク・ロスコーの大作の前でじっと立ち続けていた。その絵の美しさに虜になっているようだった。と言ってもその絵は抽象画で、何が描かれているのかパッと見ただけではそれはわからない。そこには明るい色の四角形が2つ上下に並んでいるだけ。わかる人がその絵を見ないと、え、何これ、これで何が言いたいの、そういうふうに思っちゃうような絵。
でもね、じっとその絵を見つめていると、その絵はぼーっと光を放っているように見える。そこから豊かな風景が見えてくるような、滑らかな色彩がそこに描かれている。その時の父はちゃんとした服装をしていた。実はこれが私と父の最後の出会い。この後15年後に父は死ぬんだけど、その間私と父は会うことはなかった。もしかして父はその覚悟があったのかもしれない。だから父はこの時ちゃんとした服装をして娘の前に立ったのかもしれない。そんな父に私が声をかけると父は照れくさそうに笑いながらこう言った。ああ、久しぶりだな。近くまで来たんで。ちょっと寄ってみた。こういうふうに偶然を装ったんだけど、この美術館がある場所っていうのは結構田舎だから、別に他の用事なんてないはず。父は私に会うためにここにやってきたんだ。それが私には分かったんだけど、私はその時嘘をついた。ごめん、今作業中であんまり時間がないんだけど、本当はね、私今昼休みが始まったばかりで時間はあるんだけど、父親と長話をしたくなかったの。でもね、父は少しもがっかりした表情を見せなかった。それどころか、これ見られただけでも来た甲斐があったよ。そう言ってもう一度ロスコーの作品を見上げた。お父さん、芸術作品が分かっているようだね。で、こう言ったの。お前がどんな仕事をしているのか、それは未だによく分からないんだけど、きっと今は幸せなんだよなって。で、私はお父さんが今日お金もらいに来たのかな、こういうふうに思っていたから、こんなことを言われて意外だった。だからどうしてそう思うの、こういうふうに聞き返した。すると父はこんな美しい絵に毎日触れているんだから、幸せじゃないか、こういうふうに言ったの。で、私はその言葉を聞いて思わずうなずいた。そう、それが私が思っていたこと、感じていたことだったから。この美術館での仕事、それは社会的に見て成功したとは言えないかもしれない。でも大切なのはそういうことではない。自分がそこにいて幸せと思っているかどうか。私は毎日そんな美しい絵に囲まれて仕事をしていること。それが幸せだったから、お父さんからそういうふうに言われてうなずいたんだね。父は私のそんな様子を見てにっこり笑って、そんならよかった。じゃあまたこういうふうに言って、あっさりと帰っていった。それが私と父が会った最後、今から15、6年ほど前の話。そんなことを思いながら私は2013年の4月5日、父から受け取った鍵を持って家に帰宅した。で、その夜母親に電話したの。で、父が出した宅配伝票の住所となっている新宿の西早稲田というのがどういう場所なのか、何か思い当たることがないかと母に聞いてみた。すると、お父さんが独身時代に住んでいたところじゃない？こういうふうに母は答えた。それで私はちょっと分かったの。この鍵がどこの鍵なのか。きっと父は独身時代に住んでいたところと同じ場所に住んでいて、そこの部屋の鍵を私に送ってきたんじゃないか。ということは、その部屋の中に宅配便では送ることができないもの。まあお父さんはお金はあまり持っていなかったから、財産と呼べるようなものはないだろうけど、それでも何かお父さんが私に伝えたいこと、残したいものがその部屋の中にあるんじゃないか。そういうふうに考えて、私は3日後の仕事が休みの日、4月8日に、その住所に書いてある西早稲田へと出かけてみた。その住所まではどうやら都電、路面電車で行くらしい。そう、今でも東京のど真ん中に一両きりのチンチン電車が走っているの。で、その都電の荒川線、面影橋というのが、その住所の最寄りの駅だったよ。だから私は、トトン、トトンという心地よいリズムに揺られながら、乗客も少ないその路面電車に乗っていた。で、その時窓の外を眺めていた女の子が、わあ、お花いっぱいと声を上げた。神田川沿いに桜並木が見えたの。で、それは電車から降りて、歩いていてもたくさんの桜を目にする。風が吹くたびに、雪のように花びらが舞い上がる、面影橋という橋の真ん中に佇んで、私はしばらくその景色に見入っていた。空には花びらが舞い上がり、川には花びらが流れていく。その橋の名前が面影橋だから、いわくありげな名前だよね。父の面影もそこにありそう。そう、父はここの場所で青春時代を過ごしながら、今私が見ているのと同じ風景を見ていたのかもしれない。実は父という人は美しいものをめでる心を持った人だったのではないだろうか。ただそれが母にも私にも誰にも気づかれなかっただけで、
で、父はそのことを誰にも伝えずに、ただ静かに死んでいった。で、死んだ後に、私に見せたかったものがこの場所にあったんだろうね。私はその住所に書いてあった木造2階建てのアパートの前に立った。その部屋は2階で朽ちた木製のドアが私の目の前にあった。この鍵が合うかどうか。私は呼吸を整えてドアノブの鍵穴にそっとその鍵を差し込んだ。するとカチーという音を立てて鍵が開いた。私は息を殺して恐る恐るそのドアを開けた。そう、この中に父からの最後の贈り物、誕生日の贈り物がこの部屋の中に用意されているはずだった。それはきっと封筒には入りきれない大きなもの。でもね、その部屋の中はやっぱり空っぽだったの。すっきりと潔くそこには何もなかった。ただ先ほどの封筒の中に鍵が一つ入っていたように、今回のこの部屋の中にも、その部屋の真ん中にぽつりと一冊の文庫本が置かれていた。私はその本のところまでそっと足音を忍ばせて、それはまるで神社を守っている森林の中へ分け入る時のようにゆっくりと静かにその部屋の真ん中に行って、そこに正座してその本と向き合って、前にある南向きのすりガラスの窓と向き合った。その文庫本とは父が大切にしていた岡倉天心の茶の本だった。で、その本の中にそのアパートの賃貸契約書が挟まれていた。その賃貸契約期間は2011年の4月30日から2013年の4月30日まで。今日は2013年の4月8日だから、まだ20日以上この部屋を独占することができる。父はこの部屋を私のために残したんだろうか。そう思って私は外がはっきり見えないすりガラスのある窓辺に立った。そして窓の鍵を開けてその窓を開けてみた。すると、そこには満開の桜が一枚の絵画のようになって現れた。父が私に見せたかったもの、残したかったものはこれだったんだね。私はその日、その部屋で窓を開けっぱなしたまま、日が西に傾くまでその絵と向き合った。で、私、この賃貸契約、これからも延長していこう。お父さんが残してくれたこの部屋を引き継いでいこう、こういうふうに考えた。私はこれから毎年春になると、この一枚の風景、絵を眺める。そういう人生をこれから先送っていくんだ。そういうことを想像しながら、決意しながら、その日の一日は暮れていったんだね。どうですか？今回の授業、わかりましたか？父親の娘を思う気持ちが伝わってくるような作品でした。いくら周りから無用の人と思われていようが、その人の中には偉大なものがある。私たちはそのことを忘れてはいけないんだね。それでは今回の授業、これで終わりにしたいと思います。いつもいいね、コメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。さよなら。